こんばんは、百秋ブログ手ぬかです。今日は6月15日、夜の部です。よろしくお願いします。うちの家の、あの軒下っていうのかな、玄関のところにツバメが巣を作ったんですよ。2週間ぐらい前。それで、ああ、かわいいな、かわいいなとか思いながら、こうやってあの携帯で卵とか取ってね、あ、いるな、いるな、いるなと思って、ツバメを眺めてたんです。そしたら、急にね、ツバメがね、帰ってこなくなったんですよ。1週間もなんないか、4、5日か、ツバメが帰ってこない。そして、なんか今日ね、ちょっとコソコソって言ったから、あ、帰ってきたと思って、パッて巣を見たら、ツバメじゃなくて、スズメがいました。というわけで、はい、じゃあ、準備運動からいきます。はい、腕回します。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8からの素振りやろ。あ、また忘れた。はい、はい、屈伸、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、伸脚。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、深く。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、反対。2、2、3、4、5、6、7、8。はい、アキレス腱。よし、夜の部だ。2、3、4、5、6、7、8。はい、反対。2、2、3、4、5、6、7、8。はい、手首、足首。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。はい、最後、首回します。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。よし、いけるか、いけるか、やりますか。はい、じゃあ、市内でも僕とでも持ってください。早速ですけども、元気よくいきましょう。はい、一番いい構えしてね、もう一度下から順に大事なことを言ってきます。もうごめんなさい、何度も聞いてる人ごめんなさいね。それぐらい大事なことなんです。足幅は握り拳1個分、右足のかかとに左足のかかとがきます。ここね、ここね、 OK。 そしてあれ、この辺だと見えるかな、前にすり足、後ろにすり足、必ず前出てもさっきのポジション、後ろ下がってもさっきのポジションですか。必ずこのホームポジションに戻ってきます。特に、後ろに下がるときにかかとが床についちゃうことがあるんだよね。これだけは気をつけてね。これ上げとくのしんどいんだけど、これで上手になります。いいですか。はい、じゃあ構えて、あ、それでね、手の、イメージなんだけど、これごめんなさい、ちょっと講習会で聞いたんですけど、誰って言ったかな、ちょっと先生覚えてないんだけど、こうね、下からぐわーっとこう手を回して、下から水をすくうような感じなんだって。水をすくうような感じで持つ、もしくは重たいものを下からこう持ち上げるようなイメージの手。いいです、わかる、下から持ち上げるような手。はい、じゃあこれでいってみます。よいしょ。はい、じゃあ構えて、いくよ。上下素振り50本始め。1、2、笑顔、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4。肩の力抜きましょう。上下素振りで肩の力抜く、腕の力抜く、竹刀の重さを感じるぐらい。8、9、20、1、2、3、4。左手まっすぐ、5、左手まっすぐ振ってますか、6、7、8、9、30、1、
に竹刀の上下は左手で行います。し、ご、振りかぶったときに緩まない、緩まない。し、八、九、膝の下まで下ろします。相手の膝の下まで。一、二、三、四、五、六、一本一本大事にね。七、八、九、はい、最後、五十。はい、お疲れ様でした。特に竹刀です。上下素振りやるときには、やっぱ柄が長いので、まあ先生によっていろいろ指導はあると思うんだけど、ここちょっと緩めないと、ちょっとだけね、緩めないと、こう、クワを持つみたいなね、こういう素振りになっちゃいます。ちょっと右手緩めてあげると楽に振れると思います。上下素振りの時だけね、だけ。はい、じゃあちょっとお水飲んでください。はい、皆さんもメッセージありがとうございます。よし、いけますか。肩起きてきた？起きてきた。はい。じゃあ構えてください。いくよ。上下素振り50本。はじめ。1、2、3。顔を動かさないよ。4、5、6。すり足。すり足して意識して。9、10、1、2、すり足、3、すり足、4、5、右足が足の、ごめんなさい、床から離れません。7、離れない、離れない。20、1、前に出るとき、相手からかかとが見えない、あ、足の裏が見えないようにすります。し、見えない。5、6、7、8、9、30、1、2、3、4、5、6、すり足。すり足、8、すり足、9、40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、最後、100。はい、一回お水飲んでください。お疲れ様でした。あ、面マスク、ありがとうございます。竹刀の持ち方をもうおさらいしたいです。はい、ありがとうございます。竹刀の持ち方、竹刀でやってる人は、左手は、こうやって傘持つみたいなイメージです。ですか？イメージね、イメージね。風が吹いたら、キュッと止めれるでしょ？風が吹いたら、キュッと止める。タオル揃ったら、キュッと止めれる。傘を持つような持ち方をします。その持ち方をするためには左手下3本で持ちますけども、左手の小指を竹刀最後半分だけかけます。これも先生によっていろいろですけど、小指半掛けって言います。そしてソフトクリームのコーンを持つみたいなイメージ、小指一番きついね、締める、薬指次に締める、中指締めたり締めなかったり、要するに下の方を強く締めます。いいですか。親指と人差し指は力入れないですよ。右手も同じね。そして、右手と左手で左手親指くっつく指が違います。左手は右手は人差し指につきます。いいですか。この右手は親指は人差し指じゃなくて中指につきます。いいです。いいです。そして人差し指は軽くつばに触れると。OK、いいですか。この握りができたら、この握りをこの時はできるんですよ。これを振りかぶった時にみんな崩れちゃいます。いいですか。これを崩さないでいかにやるかっていうのが素振りですね。
はい、じゃあ構えて。あ、ごめんなさい、ちょっと待って。あと、ごめんなさい、足が見えなくて。ね、素振りの足、もう一回言いますね。正面から見たときに、相手から見たときに、足の裏が見えるような足の出し方。下げるときも一緒。足の裏が見える出し方。これはすり足じゃないです。OK？ OK ですか？足の裏見えないように出します。これがすり足。いいですか？これがすり足。はい、構えて。じゃあ次、正面素振りいきます。いきますよ。よし、ちょっと僕、竹刀変えます。OK？ すり足 OK？ はい、構えて。正面素振り50本。はじめ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、竹刀の持ち方は大丈夫、振りかぶったとき、7、8、一本一本丁寧にやればいいからね。20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、最後、50。はい、お疲れ様でした。うまくできた。うまくできた。足大丈夫だった？はい、足大丈夫だった。ちょっと苦しい。面マスク、ありがとうね。やってもらってるんだよね。面マスクね、僕もいろんな素材でやってみました。やってみたけど、結果、手ぬぐいで作ったやつが一番いいかもしれない。やっぱよくできてるかもしれない。ただ、前傾年のままだと大きすぎるんで、大きさだけなんとかしようかなと思ってます。はい、じゃあ肩回して、OK。はい、メッセージありがとうございます。頑張ります。はい、お願いします。いくよ。はい、構えて。正面素振り50本。はじめ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、はい、ありがとう。8、9、20、笑顔、1、2、3、4、顎まで切る、ペットボトルが違う、6、7、8、9、20、笑顔、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、最後、100。はい、1回お疲れ様でした。お水飲んでください。
よし。あ、ありがとうございます。まっすぐに振る方法を改めて教えてください。大丈夫です。ちょっとね、こっち行くわ。はい。まっすぐ振る方法は、どうしたらいいかな。まず、竹刀が、まだね、使ってる竹刀が重たすぎるとどうしても真ん中ずれます。いいですか。まず手をこうやって合わせて手刀で振ってみてください。振れるでしょ、まっすぐ振れるでしょ。なぜなら右手と左手同じ長さにしてるからなんです。ちょっと難しくすると手刀の右手と左手をずらします。これで振ってみてください。急に難しくなります。これができるようになったらこのまま竹刀を握るイメージです。いいですか。竹刀が重たいからって引っ張り上げてるとなかなかうまくできないです。正しい体の使い方をまずは身につけてそのまま、木刀とか竹刀を握ると。あとはまっすぐ、振れない人っていうのは竹刀の握りが悪い人、これやっぱ多いです。ドラえもんの手で握ってるとできないです。昨日ちょっと言ったんだけど、お母さんの包丁の手ね、お母さんの包丁の手こうやって持たないでしょ、こうやって持つでしょ、この手でやります。はい。あともう一つは脇が開いちゃってる人、これは難しいですね。脇軽く締めます。イメージで言うとこの腕の内側がね、自分の胴に軽く触れるぐらい、そうすると左手が安定します。はい、なんか取ったね。はい、その3つですかね。まずはね、注意してみてください。はい、じゃあ、左右素振りいきましょうか。はい、構えて。左右素振りも同じですよ。きちっと顎まで切ります。そして手の内の手のことばっかり考えて、足がやっぱりね、いい加減になっちゃうんですよ。足見てますからね。足見てるよ。はい、構えて。よし、せっかく来たんだから一生懸命やってみましょう。はい、構えて。左右素振り50本始め。1、2、3、4、5、6、7、顎まで切ります。9、10、足つけて1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、笑顔3、4。左右素振りは刃筋を意識して来た道帰ります。来た道帰る、そして上で返す。30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、4、5、大きいね、みんな素振りが。7、8、はい、最後50。はい、お疲れ様でした。一回お水飲んでください。見えますか、暑かったよね、本当ね。はい、一回お水飲んでね。でね、ちょっと大事なことを言おうかな。素振りやるときにほとんどの人がやっぱり早く振らなきゃ、って言って手だけで振ろうとするんだけど、実は足もつけた方が早いって知ってた？足もすり足できちっと踏み出した方が、全身の力を使った方が素振りは実は早く振れるんです。これちょっと次のビデオでやろうと思ってるんだけど、全身の力を使って素振りやるんだってことだけ頭に入れといてね。次で YouTube のビデオでしっかり説明しますんで。はい、じゃあ構えて。え、何本振ったっけ、分かんなくなっちゃった。250か、あと50本あるよね。はい、構えて。左右素振り50本いきます。あ、せっかくなんで面面胴胴でいきましょうか。高さを変えてね、しっかり高さ変えてね。胴できるんだったら膝落としてもらってもいいです。はい、構えて。面面胴胴50本始め。面面胴ドッメンメンドッ
ドッメンメンドッドッメンメンドッドッメンメンドッ、はい、これで20メンメンドッドッ、笑顔メンドッ、うまいなみんな、メンメン、高さ変える、胴は低いよ、メンメン、胴は低く、ドッメンメンドッ、これで40メンメンドッドッメンメンドッドッ、はい、次で最後メンメンドド、はい、お疲れ様でした。一回お水飲んでください。今日も300本頑張りました。すり足の復習をしたいです。ああ、いいっすね、いいっすね。結局全部すり足なんですよ、全部すり足。ちょっとまあお水飲みながら聞いてね、話だけでも聞いてください。すり足の上手な人、悪い人、あ、別に悪いってことじゃないんだけど、足だけを前に出す、これ別にね、すり足でも何でもないんですよ。足だけ前に出す、そうじゃなくて、前に出るときは、例えばね、ここだっけ、どこか、ここか、ちょっと柱があるんだけど、柱に手を当てて、これは僕は先生から教えてもらったんだけどね、左足だけ踏ん張ってグッと押してみる、柱押してみる、左手でね、見えるかな、押してみると勝手に右足出るでしょ、左足踏ん張ると勝手に右足出る、こういう足の使い方です。押してみると左足で踏ん張ると勝手に右足が出る、こういうふうに左足で体ごと押してやる、こういう足の使い方をします。そうすると体がまっすぐなまま出るんですよ、出る、いい？足だけ出してる子はこういうふうになります。極端に言うとね、こういうふうになります。いい？で、上手な人ってこんなことやってないでしょ、体まっすぐのままスッと出るでしょ。これは左足の前に出るときは左足の親指の付け根で体ごと押してるからなんですか。それともう一度繰り返しますけど、相手から見たときに自分の足の裏をこうやって見せない、見せない、絶対見せない、するするする、見えない、見えてないでしょ、これがすり足です。はい、ありがとうございます。もうすごくいい質問をいただきました。ちょっとお水飲ましてね、お水休憩です。はい、ああ、また割りすぶり、ありがとうございます。リクエストいただきました。あ、人気っすね、また割りは。小手面すぶり、ああ、いいっすね。ちょっと忘れてた、やってなかったですね、しばらくね、切り返したいです。はい、ありがとうございます。うん、よし、じゃあ何からいきましょうか。小手面からいきましょうか、順番的に。よいしょ、小手面素振り大好きだ、いくよ。小手面素振りポイントもう一回いきますね。小手は、まずは足幅です。足の幅ね、足の幅。面はいつもの通り足動かしてもらっていいんだけど、小手は足の幅は面の半分でいいです。半分です。実際稽古で打つときも小手っていうのは足半分です。ですか、面の半分ですね。まずは足、小さい足、大きい足ですね。ここを差をつけます。2つ目は振りかぶりの大きさ。小手はどこまで振りかぶるかというと、自分の振りかぶったこの左手の下から相手の右小手が見えるまでです。ですか、ここまで振りかぶれば OK。だけど面は、この振りかぶった手の下から相手の全体が見えるまで振りかぶります。ここかここかね。で、最後3つ目気をつけるところは高さ。小手はここ、面はここだよね、当然ね。高さ変えますよ、こことここ高さ変えるよ。3箇所 OK？ OK、 大丈夫、大丈夫、よしよし、ありがとう。はい、じゃあ構えて、できる人はお手本してね、一緒にお手本してね。はい、構えて、小手面素振り20本でいこうか。20本始め。小手面
1、2、コテ、メン。1、2、コテ、メン。1、2、コテ、メン。大きさ変えるよ。し、小さく、大きく、ご、小さく、大きく、六、小さく、大きく、七、小さく、大きく、八、高さも変えます。下、上、九、下、上、十、はい、あと十回、下、上、一、コテ、メン、二、一本一本大事に、メン、三、あとは足の幅、小さく、大きく、四、小さく、大きく、五、小さく、大きく、六、まっすぐ前見て、七、コテ、メン、八、コテ、メン、九、コテ、メン、はい、二十。お疲れ様でした。このコテ面の下がるときね、一、二で下がるとき、このとき足つけないよ、かかと。かかとつけない。つらいけどね。つらいけどね。いちいちここでかかとつけて、かかとつけて、かかとつけてってなんないでください。はい。あと20分いける人、あ、質問、はい、質問どうぞ。めんめんどうどうの時に、宇賀店長は腰を落としてくださいとおっしゃっていますが、よくわかりません。ありがとうございます。あ、さっきのやつね、村木さん、ありがとうございます。これは、先生の指導にもよると思うんですけど、胴打ちっていうのは、この腰の位置、立ったまま、どうって打つのってなかなか難しいんですよ。返し胴とかもね。その時にちょっと腰を落としてやると、楽に打てます。ですか？手が返しやすいです。どう？そういうことです。腰を、ちょっと落としてやる。膝曲げて腰を落として、ちょっとで、ちょっとで、もう5センチぐらい。気持ち落としてやると、打ちやすいと。そういうことです。はい。じゃあ、固定面、あと20本いきましょうか。いきますよ。あ、笑顔ありがとうございます。そうです。忘れた。辛くて忘れた。いきますよ。じゃあ次、だいぶできるようになったので、下がるときのかかと、注意してね。見てるよ。できる人はお手本やってね。はい、構えて。コテ面いきます。コテ面素振り、始め。コテ、面。1、2、下がるときに、かかとつけない。かかとつけないよ、ここで。コテ、面。3、コテ、面。し、打つ高さを変えます。低く、高く。5、低く、高く、6、あと足の幅、小さく、大きく、8、小さく、大きく、あれ？これで8か。小さく、大きく、9、小さく、大きく、10、あとは振りかぶりね、1、1か。コテ、メン、に、振りかぶりの大きさも違います。3、コテ、メン、あ、下がるとき、かかとつけない。コテ、メン、5、コテ、メン、かかとつけないよ。かかとつけない。コテ、メン、6、かかとつけない。メン、7、残り3本、コテも面も1本になるようなうち。七、コテも面も1本になるうち。八、コテも面も1本になるうち。九、はい、最後。コテ、面。十、はい、お疲れ様でした。40本。今ね、最後ちょっとちらっと大事なこと言っちゃったんだけど、気がついた？コテも面も一方になるようなうち。先生言う人、このこと。先生言うよね、言うよね。コテ面の時大事なのは、
パンパーンパンパーンってもちろん打ちたいんだけど、練習するときには必ず小手だけでも一本になるような打ちにします。そして小手当たらなかったら面を打つ、そういう気持ちで小手も面も素振りのときには特にね意識していきましょう。あと10本できる人できる？小手も面も1本になるような素振りやってよ。はい、構えて。10本で終わります。小手も面も1本になるような小手面の素振り。はじめ！て！面！ 1、2、僕も本気でいきます。面！ 2！ て！面！ 3！ くて！面！ 4！てっめんご、てっめん6、てっめん。大きさ変えますよ。小さい足、大きい足、8、小さい足、大きい足、9。はい、最後小さい足、大きい足、10。はい、50本お疲れ様でした。これはきつかったね。足パンパンでしょう。足痛いでしょう。はい、特に大人の人痛いと思います。お水飲んでください。よかったら質問いた、あ、はい、質問ありがとうございます。たわしさん、ありがとうございます。素振りをしていると右手首が痛くなってるってしまうのは、うん、握りが悪いからでしょうか。これもしかしたら右かもしれないし左かもしれないです。ごめんなさい、ちょっと右手を最後フィニッシュした時にね、まあ、ここで止まるんだけど、上は伸ばして下は縮める、これは合ってるんですよ。右は伸ばして下は縮める、これは合ってる、ここまで合ってるね。だけどこれに左手がくっついてじゃない、この左手がしっかりここで止まっていれば右手がこういうふうになることはないんだけど、こう極端にねこうなることはないんだけど、左手が抜けちゃうと一緒に右手もこうなっちゃうんですよ。分かる？行き過ぎちゃうの。行き過ぎ、こんな言ってたら絶対痛くなるんで、左手をしっかり意識すると右手がそこまで、こんなに痛くなるまで曲がることはないと思います。ちょっと今思いつくのはそれぐらいですね。もしかしたら左手が、ここで止まってなくて抜けちゃってて右手が、痛いかなと、そんな気がしました。はい、ちょっと違ったらまた教えてください。握りも関係していると思いますね。はい、いいですか。じゃあ次リクエストのまた割り行きましょうか。はい、構えて。あ、ごめんなさい、最後にスクワットしたいです。はい、ありがとうございます。やりましょう。あ、切り返しにもありがとうございます。いくよ。スクワット2種類いつもやってます。1種類目は足を肩幅より広げます。いいですか。広げます。そして自分のつま先の方向に膝を曲げますですね。大きく振りかぶってお尻までつける人つけてください。ゆっくり下まで下げます。この時に何度も言います、ごめんなさいね、何度も繰り返して、体がフラフラしないように、こうなんないようにね、こうやるとね楽なんですよ。楽なの、楽なの。でもみんな楽な素振りしたいんじゃないでしょ、上手になりたいんでしょ。だから体まっすぐ、はい、構えていくよ。また割り素振り大きく20本、始め。1、体まっすぐ、2、3、体まっすぐかな、4、まっすぐだね、5、足広げて、足広げて、6、7、そう、8、下げるときに自分のつま先の方向に足下げます。10、広げて、苦しいよ、1、体フラフラしない、2、3、頭このまま、4、もっと下まで、5、もっと下まで、6、7、8、もっと下まで、剣先も下まで、9、はい、最後20、は
はい、お疲れ様でした。足痛いですね。大人の人は足痛いんだからね、これ。大人の人は聞きます。ですか。市内でやる人も、木刀でやる人もそうなんだけど、これちょっと、今見た中ではいなかったんだけど、ここの右手を、ここ余しちゃうのはあんま良くないからね、ここね。OK。必ず、まあ、その束が長かったら仕方ないんだけど、できるだけ自分の人差し指がつばに触れるぐらい、触れるぐらい、そして正しく持れてるかどうかっていうのを見るときに、ここの隙間見てあげてください。わかる？見えるかな？ここの隙間がこう開くんですよ。開く人 OK。こう持ったときに、ここに隙間が開く人 OK。ここに隙間が開かない人っていうのはこうドラえもんの手になってます。わかる？隙間開ける。ほら、ね。OK。そこ意識してください。はい、そろそろ足が治ってきたんで、ごまかしながら、はい、行きましょうか。レベル2のまとわり素振りいきますね。レベル2は足は同じです。ゆっくり上げて45度まででいいです。ゆっくり下げて最後だけ手の内効かせます。いくよ。はい、構えて。レベル2のまとわり素振り、まっすぐ前見て、はい、始め。1、ゆっくりでいいよ。2、3、4、5、6、7、振りかぶりは45度まででいいですよ。8、9、お尻つけなくていいよ。10、1、2、3、笑顔、4、うまいなみんな、5、6、7、8、9、はい、最後、20。大丈夫、足。みんなうまいね。うまい、もう拍手だわ。うまい。面マスク大丈夫？苦しくない？大丈夫。エアコン効かしてる？エアコン効かしてる？はい、じゃあ構えて、あと10本だけ残ってたね。じゃあ行きます。最後10本ちょっと難しくしてもいい？難しくしていい？ OK？ちょっと早くやってみようか。早くやってみようか。10本だけよ。はい、構えて。ちゃんと下まで下ろします。いくよ。また割り素振り10本。はじめ。1、2、3、下まで。4、5、6、7、8、9、はい、笑顔。400。足痛い。足痛い。OK ですか？できました。足がヘトヘトです。同じです。お水飲んでください。お水飲んでください。もうね、みんなの何がすごいかっていうのと、何がすごいかっていうと、これに今参加してること自体もうすごいんですよ。もうすごい。もうすごいんだけど、その上に、なんかね、言い訳とかそういうんじゃなくて、もう来たらやるじゃない。気持ち切り替えて、それがやっぱりねすごいと思うんですよ。やっぱりもうなんかやりたくないなって思う時もあると思うのね。学校も忙しいし、稽古もあるし、忙しいと思うんだけど、来たら一生懸命やるっていう姿勢が間違いなく上達する秘訣だと思います。じゃあお水飲んでね。そりゃ上手くなるわって感じですよ。手の内をしてください。おーちゃん、ありがとうございます。ちょうどねその話もやったんだけど、まず手の内っていうのは、このあと何分っていう中ではとても教えきれないことなんですけど、基本的にはよ、基本的には聞いてできるもんじゃないと思ってください。OK？ OK？ 難しいね。やり方っていうのは事実、もういろんなところに出てます。ですか？竹刀を正しく持って、ここだけで手の内やろうっていうのは不可能なんですよ。ですか？わかる？なんとなくわかる？うん、ここだけでやるっていうのは不可能で、
これまで言ってきた体の使い方、中心線、胸開く、力抜いて振りかぶって力抜いて下ろす、最後だけ力入れる、こういうのを全部積み重ねていって自分で見つけていくものなんですよ。で、一つだけ最大の、コツとしては最後の振り下ろしの位置です。絶対最後の振り下ろしの位置、これが狂ってたらできないです。これ自分の顎の高さのもの、何かしら目標を作ってください。いいですか。昔はガラスコップ下に向けてやってたって言ってました。この位置でピタッと止めに行くんだけど、こうやって置きに行かないってこと、置きに行かないってこと、置きに行かずにここからそこ狙ってピッ、わかる。この時にこれまで言った手の下の3本締めるやつ、最後の一瞬だけ力入れる、5本指入れるっていうのが全部やらないといけないんで、こういうねちょっと説明が長くなっちゃうんですよ、この話すると。でも最後やっぱり顎の高さを意識して竹刀を振ってやると手の内は一番身につきやすいと思います。それでも何千本って振らないとできないです。でなぜなら僕は昔できてなかったから。で1万本や2万本じゃできなかったです。はい、でも必ずやっていけばできるようになると思います。それとね、ごめんなさい、ちょっとだけ大丈夫ですか。あと先生にね、よかったら聞いてみてください。その時に手の内がわからないですっていう風な聞き方しないでください。いいですか。先生に聞く時に手の内が教えてほしいです。私はこれこれこうやってこういう工夫してみたんだけど違ってますかっていう風に質問すると、先生もあ、ちょっと違うなこの子はと思ってうまく教えてくれると思います。ですか。だから一緒に何本、フィニッシュを意識しながら振ってみましょう。ごめんなさいね、手の内の話はねちょっといっぱい言うことあって。はい、じゃあそしたら最後あと200本ですね。正面素振り100本まずいきます。はい、構えて。いや、いっぱいやることあるんだよね、素振りはね。はい、正面素振り100本始め。1、2、3、4、5、6、7、8、9、笑顔、10、1、2、3、4、5、うまいな、6、7、8、9、20、1、まっすぐ前向いて2、体の体重バランス、前に体重いかない、5、6、7、真ん中8、9、あ、よくなった、20。それには左足のかかと上げすぎないことです。上げすぎない、10、下ろす、5、よくなった、すごいよくなった、7、8、10、30、めっちゃうまくなった、1、2、3、4、みんな素振りがまっすぐだ、6、7、8、9、笑顔、41、手の内やりたい人、顎まで切ってください。顎で止めることがまず第一です。5、6、7、8、9、50、顎まで剣先を最後下げるともう右手は必ず肩の高さになります。10、5、顎まで切る、6、7、8、9、60、1、2、疲れてくるとどうなるかっていうと右手が下がります、5、剣先が上がります、6、これ悪い例ね、8、9、70、1、2、3、4、笑顔、5、ここで止める、ここで止める、7、ここで止める、8、9、80、1、できる人は上げたら下げる1拍子、10、
上げたら下げる。6、7、8、9、90。ラスト10本。1、2、3、4、5、6、7。最後笑顔で終わります。8、9、9、9、9、9。はい、最後100。はい、 OK ですか。疲れた、肩疲れた。一回お水飲んでください。最後跳躍素振り100本で終わるからね。よし、いける、いける。はい、最後に尊敬素振りお願いします。跳躍素振りお願いします。あ、尊敬素振りお願いします。はい、じゃあ構えて跳躍素振り100本いきます。あ、50本ずついきますね。50本2回ね。はい、構えて、必ず足は前前、あとあと、前前、あとあと、いいですか。前前、あとあと、前前、あとあと、足こう宙ぶらりにならないね、左足がね。はい、構えて、跳躍素振り50本。はじめ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、1、肩の高さ、2、3、4、5、6、腕上げる、8、9、40、腕上げる、2、3、4、5、6、7、8、はい、最後、めー。はい、よかった。よいしょ。よかったよ。はい、よし、肩回して。最後50本だ。最後50本。いきますよ。いい。今みたいに疲れてくると、だんだん最後の面の振り下ろしの右手が下がってきます。もったいない。もったいない。ここ。意識していくよ。はい、構えて。跳躍素振り50本。はじめ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、2、3、4、5、6、7、8、9、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、最後、めー。はい、最後、めー。はい、お疲れ様でした。はい、みんな構えて。収め通します。はい、尊敬。からの尊敬素振り20本。はじめ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、あと10本やりきります。出し切る。10、5、6、7、8、9、20。はい、お疲れ様でした。構えて、収めと。はい、ありがとうございました。よし、じゃあ最後、スクワットだったね。みんな、リクエストいただいたスクワット20回やります。いくよ。今日なんか空気少なくて大丈夫？見えてる？はい、スクワット20回、始め。1。もうここまでやったんだから、やりきりましょう。シン、やりきる。5、出し切る。6、7、8、9、10。いいよ。
1、2、3、4、もう汗めっちゃかいてます。6、出し切る、7、8、はい、最後、20、はい、拍手、やった。今日きつかったね、今日きつかったわ。いや、頑張った。ちょっと空気少ない。ありがとうございました、今日も。そしたら、明日は、また6時半からやりますけど、学校、お仕事ある人、どうぞ行ってください。無理しないでいいからね。無理しないでいいからね。はい、じゃあ今日もありがとうございました。みんな頑張りました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、よく頑張った。強くなったよ、今日一日で。はい、ありがとう。